アモラルはフィンランドヘルシンキ出身のヘビメタルバンド。2008年まではテクニカルデスメタル、デススラッシュバンドであったが、ボーカリストの交代により音楽性をパワーメタルへと大きく転換した。1997年終わり頃にベン・バロンとユハナ・カールソンの2名で結成。ベンとユハナは学友で、このバンドには学友たちが出たり入ったりしていた。その後、 シルバーオーツが参加するようになる。ただしこの時はシルバーは正式加入しておらずセッションで参加していた形であった。結成後はしばらくこの3名を中心にたメンバーは流動的なまま活動を継続する。この時期はパンテラやメタリカ、セパルトゥーラといったバンドのカバーを演奏することを楽しむためのバンドに過ぎなかった。しかしながら バンド活動を続けていくうちに徐々に活動を本格化。2000年頃にマッティ・ピトカネンが加入。2001年にファーストでもデゾレーションをリリース。ベースはシルバーが兼任した。2002年にはライブデビューを飾っているが、マッティが兵役の関係で参加できず、ニコカ・リオヤルビがサポートで参加した。この時のライブが成功し、バンドメンバーも手応えを感じたため、 マッティとタモトをは勝ち、ニコが新たに加入した。さらに、ライブでヘルプとしてベースを務めていたビレソルバリが加入。ビレ加入後、名目上ではあるが、長らく正式メンバーとなっていなかったシルバーが正式にバンドに加入している。ニコ加入後、セカンドでもアザーフレッシュとサードでもデモ2をリリース。この頃のライブの中では、 スウェーデンのデスメタルバンドエントゥームドの前座としてステージにも立っている。この途中でビレが怪我をするアクシデントに襲われるが後にヘイトフォームやモルスプリンシピアムエストで活動するトミー・ライストがセッションウェイシストとして参加してライブを行っている。2003年12月にイギリスのインディーズレコードレベルレージ・オブ・アキレスと契約2004年にファーストアルバム ウーンド・クリエーションズをリリースしデビューする。このアルバムのレコーディング後、ビレが脱退。ビレは、ムーンソローに集中するようになる。この脱退を受けて、エル・キシルベンの因縁が加入した。さらに、ファーストアルバムリリースからほどなくして所属レーベルのレイジ・オブ・アキレスが倒産してしまう。アルバムリリース時、すでにレイジ・オブ・アキレスの経営状態は、不審を極めており、 ウーンドクリエーションズは1000枚ほどしかプレスされていなかったという。それからほどなくしてフィンランドのスパイクファームレコードと契約。ウーンドクリエーションズを再発する。この再発版はテロライザー誌などの音楽雑誌で高い評価を得た。日本でもアバロンレーベルから日本版がリリースされた。この評価を受けてライブ活動を活発化。殴る側や フィントロールと共に国外初ライブを含むヨーロッパツアーを観光した。2005年にセカンドアルバムリクラウニングをリリース。日本ではウッドベルから日本版がリリースされた。2006年には日本で行われたフィニッシュミュージックデザイン東京にペイン・コンフェッサーと共に出演。初来日となった。さらに同じく日本でのライブライブエクスペリエンス1で ペイン・コンフェッサーとユース・コー・ウェイクとも共演した。2007年にサードアルバム、レプタイル・ライドをリリースした。日本では前作と同様にウッドベルから日本版がリリースされた。サードアルバムレコーディング後、エルッキが脱退。2008年5月にペッカ・ヨハンソンが加入。さらに、同年7月にはニコも脱退する。2008年11月にあり、コイブネンが加入。 アリはフィンランドのアイドルシリーズで優勝したことでソロデビューを果たしていたボーカリストでデスボイスを使うタイプのボーカリストではなかった。アリの加入によりアモラルは音楽性をデスメタルからパワーメタルへと一新。2009年にホースアルバム醤油うはカラーズをリリース。日本では再びアバロンレーベルからのリリースとなったがバンドに正式に加入し海外ではバンド名義で リリースされていたにもかかわらず、日本版のアーティスト名は、アリ・コイブネン・ウィズアモラルとなっていた。2009年秋に、シルバーが脱退。バルテリヒルボネンがセッションとして、ライブに参加して、活動を継続する。2011年頭に増し、フカリが加入した。同年にフィフスアルバム、ビニースをリリースした。2014年、シックスアルバム、フォールンリーブス デッドスパローズをリリース。2015年3月、元ボーカリストのニコカ・リオ・ヤルビが復帰。復帰後からニコが、ボーカルに加えて、ギターを兼任することになった。2016年2月にセブンスアルバム、イン・シークエンスをリリース。11月に、2017年1月5日のライブを、持って解散することを発表。同ライブ観光後解散した。ありがとうございます。